ラージェ・エンドラ・パチャウリーラージェ・エンドラ・クマール・パチャウリーは環境エネルギー問題の専門家。気候変動に関する政府間パネルの議長を2002年から2015年までの2期13年、務めた。2002年より IPCC の3代目の議長となり、2007年にはアルゴアと共に IPCC がノーベル平和賞を受賞した。インドで生まれ、 アメリカのノースカロライナ州立大学で学ぶ。インドの財閥タタグループのタタエネルギー研究所の所長や日本の財団法人、地球環境戦略研究機関の理事を務める。2007年の来日時には立命館大学から名誉博士号を授与され、2009年には日本政府から朝日、重光明を叙勲されている。2015年2月24日に、 セクハラ疑惑により IPCC の議長職を退任。議長代行には、ギズ随リ副議長がついた。2020年2月13日、ニューデリー市内の病院で死去。79歳没。IPCC 議長が、辞任女性へのセクハラ疑惑で、日本経済新聞。 <horse> <S <S h t t p s w w w n i c k e i c o m a r t i c l e テ dgxlasgm24h5ou5a21241ff200020 2, 2 0年2月14日閲覧 IPCC 議長を務めたラジェンドラパチャウジ3支局朝日新聞 https w w w a s a h i c o m アーティクルズ asn2g6twpn2b02d html2020 年2月14日閲覧温暖化防止にライフスタイルの変革をアフプブニュース https コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ23383652020年2月14日閲覧ノーベル平和賞 IPCC 議長ら環境会議で講演都内でありがとうございます。